YSL ジャパンストア、平野紫仕様の魅力に包まれるイベント。YSL ストアの巨大なスクリーンを通じて、平野紫仕様の魅力に触れたことのある人は多いかもしれません。天気はあまり良くなかったものの、平野紫仕様を代表にイタリアの最新商品を試せるという魅力に惹かれ、店前には多くの人が集まりました。平野紫仕様さんが YSL の新しいブランドアンバサダーに就任したというニュースが広がり、 多くの人々が YSL の商品ラインに興味を持ち始めています。コロナ禍でマスクの使用が減った中でも、イユスルとの協力が知れ渡り、同社のマスクに魅了される人も増えています。洗顔料を使って肌がツルツルになったという声も聞かれ、イユスル製品の高い評価が広がっています。今日集まった人々の多くは、平野の仕様を応援するためにやってきました。彼の生中継をスクリーンで楽しみたいという気持ちが、 新たな商品を手に入れるために並ぶ理由となりました。彼を称え、心からサポートするために製品を購入する人々の姿が印象的でした。平野仕様さんの存在と商品の品薄により厚着で買いに行く人々も多く見られ、中には 3YSL の古い商品を平野仕様さんと交換するファンもいました。SNS 上では世界中からのコメントが寄せられています。 アジア大使に就任した平野陽さんに対する喜びのコメントが目立ちます。YSL のリップスティックは貝殻のデザインが可愛くて香りも良い。平野陽さんの影響で使い始めた YSL オードパルファムとコスメが素晴らしい。といった感想が広がっています。個人のコメントには YSL 製品の素晴らしさや翔ウ君の魅力に関する個々の体験が綴られています。先日リップを購入しましたが、 食も良く、しっとり感もとても気に入りました。特別な日には、リブレの香水を使って、自分好みの優しい香りを楽しんでいますといった具体的な感想が共有され、YSL 製品が日常に寄り添っている様子が伺えます。翔くんのアンバサダー就任に関するコメントには、感謝の言葉や期待が綴られています。アジア大使としての将来が楽しみ、YSL のコスメを使ってしょ、さんの美しさに近づきたいといったコメントが、 平野紫仕様さんに対する期待の高まりを示しています。YSL ジャパンストアでは、平野紫仕様のファンが集結し、商品との触れ合いを通じて新たな体験を楽しんでいます。これからも平野紫仕様さんの活躍とともに、YSL 製品がファンとの絆を深めていくことでしょう。